砂森泣けてる佐野あさみ申し込み SP皆さんこんばんは、砂森たけてるです。こんばんは、田野あさみです。先週さ、はい、急に指輪の話をされまして、そうそう、あの前も話したんですけど、その、ね、あの貧乏ゆすりの代わりにくるくる回せる指輪を最近つけてたんですけど、うん、今日はね違うやつをつけて、新しいやつを、歯車みたいになってて、これ左右が別々に回るね。これね多分100円ぐらいです、やっぱつけてると回します？回しますね。もう癖でこうやってこうずっと、多分収録中も多分ねずっとこうしてる、だから音鳴らないからいいんですけど。落ち着く？いやどうかな。それさ、回すのが癖になっちゃってない？それつけることによって なってるかもしれない。何かね効果があるのかないのかよく分からないんですけど、でもこのちょっとねボコボコしているバージョンの方がいい気がします。これ引っかかりがある。新しいのを買ったわけじゃなくて、同時に注文したんですよ。こう同時に注文したら、あの中国で作られてるらしいんですけど、あの片方は3日できたんですよ、はい、もう片方は1ヶ月かかりましたっていう。デコボコがやっぱりちょっとデコボコの生産が時間かかったんですかね。あと左右に回すという工程が難しいんですよ。ちょっとね、ちょっと複雑ですからね。複雑です。だからもしかしたらこっちの方がねいいやつなのかもしれないんですけど。100円の価値があります。100円の価値がありますね。はい、はい、あります。はい、ちょっとねそわそわしがちな方はちょっとね、フィジェットリングおすすめでございます。へー、フィジェットリングね。フィジェットリング、Amazon とかでもね、あ売ってるんですけど結構高いんですよね、転売なんだと思うんですけど、はい、ということでね、はい、そんなわけで、あの、はい、番組ではね、もちろんあの皆さんからのメール、持ち込み企画などお待ちしています。お待ちしていますってどう？いいじゃんいいじゃん。お待ちしています。あのだからおすすめのガジェットとかも教えてください。ちょっとね、あいいですね、はい。ぜひ。メールアドレスは mochi@rkbr.jp です。リアタイでお聞きの方は X でハッシュタグ持ち込みちっちゃいつをつけてポストしてください。そう、僕がね自分で言ったら本当にこの人全部小さいつつけてるって。そうそう、確認してる方いた、確認してる方いた、うん、見た見た。そうそう、僕ね頑張って小さいつつけてるんで、そういうの好きなんですよね。そう、細かいこだわり、みんなも小さいつつけてぜひねポストしてくれると、ぜひぜひ。ちょっとね勢いが出るんで、なんか無駄に元気だし楽しいみたいな、うん、はい、というわけで持ち込み SP 最後までお付き合いください。砂森たけてる田野あさみ持ち込み SP 25時半まで放送中。みんなで一緒に夜更かし夜更かし、朝まで行っちゃいましょう。どうぞ真夜中の SP トーク。あのメールが来てまして、いろいろ来てるんですけど、ありがとうございます。ちょっと前に、ね、募集してた押し切ったエピソード、はいはいはい、まずねこれご紹介させてください、うん、持ちネーム佐藤ポン吉さん、いつもありがとうございます。私は北海道で開催される会議への出席を押し切りました。5、6年前のことです、はい、当時私が担当していた業務に関する会議が北海道で開催されることになりました。私は北海道に行ったことがなく、せっかくの機会と考え直属の上司に出席させてほしいと相談したのですが、上司はあまりいい顔をしませんでした、うん、あなんかもうねちょっと出張代かかるからやめてくれって感じだったんですかね、うん、このままではせっかくの北海道に行くチャンスが消えてしまうと焦った私は直属の上司を飛び越し所属長に直談判をしました。その結果所属長から直接会議に担当として出席して良いとの言質を取ることができました。苦労して手に入れた北海道への出張は非常に素晴らしく、グルメ観光など充実したものになりました。もちろん会議にはいつもより真剣に参加して、よかった、そこ大事、はい、含め書も力を入れて書きましたということなんですけれども、よかったわ、よかった、もう、ね、非常に素晴らしくグルメ観光などって言ってるから、そうそうそう、俺会議行ってないのかなと思っていやでもこれはね先にグルメ観光が来てるから、やっぱりねちょっと力点はどっちかっていうとそっちですよね。そうだね、うん、まあ、そうなるよね、だっていいところだもん北海道、うん、でもあれですかね、 5,6 年前だとまだリモート会議とかがまだ、そうだね、うん、全部何でもリモート会議できる時代じゃなかったから、うん、やっぱちょっと今だとねお前リモートでいいじゃないかって言われ、言われちゃいますよ ね。いやでもねこういうね、うん、ついでに行くのがいいんですよ。いやいいですよ ね。福岡も行きたいな、行きたいな、ラジオのついでに行きたいな、ラジオのついでに福岡行きたいなハードル高そうハードル高そう
ね、こういうね、やっぱ、うん、でもついでに行ける旅行いいですよね。で、炭酸とかめっちゃあるじゃないですか。あ、私は結構ついででこう、うん、まあさすがにこう何日も遊ぶとかできないですけど、うん、やっぱりお仕事で海外に行ったりとか、うん、地方に行った場合はその夜美味しいご飯を食べに連れてもらえるとか、うんうん、この間それこそ台湾の時は人生で初めてかもね、お休みが1日あってついでのお休み1日があるね、1日もあんのみたいな、それは今までの仕事で初めての経験だった。いつもはね多分あの飛行機までの3時間とか、あともう本当にこれみんな分かると思うけど、ホテルから出ちゃいけませんとか、あ、そうそうそう、そういうのがあって行く場合その何が欲しいかマネージャーさんに言ってくださいってなっちゃうのよ、はい、そうなるとウーバーイーツみたいになってるじゃん。そう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 違うんだよ、行ってお店どこかなって地図を見ながら迷って並んでる並んでる、この列かなここかな名前書きましたとかいうそういうのをやりたいわけよ。そこまで含めてだからね、物を買うの自体は別にね、そうなのそうなの、ネットで買えるんだから、そうなのそうなので聞いて、えこっちとこっちどっちが売れてますかとかっていうのをやりたいのよ、うんうん、だけどやっぱねイベントの人としては、うん、ホテルから出て何かあったらいけないし、そうだよね、じゃあその海外だったら言葉もできないかもしれないから、うん、ちゃんと案内の人つけなきゃいけなくて、うん、でその人以外いないからちょっと出ないでくれって、ね、まあ、なりがちですよね。一回ね福岡の、イベントでお仕事行った時に、うん、ホテルに朝食ついてるじゃない、で朝食行ったわけよ、で並んでたらさ店員さんがって見てて Here wait って言われて、うん、完全に私日本人じゃないと思われてて、僕もよくあります。あるあるある、うん、でも確かに砂森さんアジア圏の、アジア圏の匂いがするでしょ、うん、なんて言われるんですかえ、いやなんか英語とかで話しかけられる初手で、あ、うん、そうかも。そしたらちょっと英語で答えてみたりして、マジしばらくフリをしてみたりとか、途中で飽きるとやめるんですけど、うん、え何カ国語喋れるの。いやでも日本語とそれなりにできるのは英語だけですよ。えインドネシアは、インドネシアは住んでたけど子供の時だから全部忘れましたね。日本人学校に行ってたからやっぱ基本的には日本語、なるほど、それこそ、うん、結構治安が悪い国なので、そうなんだ、あんで危ないので出歩いてると、うんうん、もう基本運転手さんがついてて、友達の家に行くのも運転手さんにと一緒に車で乗ってって、うん、でそれで帰ってくるとか、なるほど、遊びに行くのも大体そんな感じなんで、実はあんまりねインドネシア語使う機会はなかったりするんですよ。なるほどね。でも今聞いて思った、その運転手さんがついてて車で移動して、うん、私たちもはいここで降ります、ここでご飯食べますってやっちゃうと、どこのお店に行ったか覚え、わかんない、わかんないのよ。え行ったよ、うん、福岡行ったけど、うん、どこなんだろう、天神、そうそう、どこ博多とか言われても、なんかタクシーで行ってもつ鍋が美味しいところ、うん、みたいなどこみたいになっちゃうから、やっぱりその自分の足で調べて、そう、自分で調べて自分で行くっていうのはね、でここかなって言って自分のこう財布からこうお金を出してとかやる流れがやっぱあると、あなんかこう私仕事できたけどついでにこう旅も満喫させてもらってるなっていう気持ちになるよね。なるよね、うん、そう、だからねこれね、うん、もうこれを聞いてるイベントの主催の人はぜひねフリー日もね2時間とかだけでもありがたいかも。空港で乗る前の20分ぐらいなら時間ありますってなると、うん、もうバッタバタよ。でもバタバタだけどネジチョコは忘れなかったから、えらいネジチョコだけ買いに行ったからね、うん、本当に楽しかったですね。でもねそう博多でね言うとね、そう今日 ね聞こえる、おカサカサカサ、なんの音だ、おお、もしかしてラーメン、ブブー、そば、ブブー、正解はどん兵衛です、うどんです、うどんでした。これね日清さんのどん兵衛、どん兵衛、いやどん兵衛なんてね普通じゃないかと思うかもしれないですけど、これ違うんですよ、利きどん兵衛、博多仕立て、これどういうことなんですかね。ね、だしとか、うん、あと麺も違うんですかね、うん、その博多バージョンみたいなやつが今あるらしくて、しかもこれお湯入れて7分待つやつだから麺がツルッツルのいいやつ。確かにこのツルッとふわふわ麺って書いてある、うん、焼きあごだしの深い味わい、その私関西のうどんとかしか知らないんですけど、ちょっとそれに近い、でもあごだし系だって言ってて、うん、なんかね急にさっきやつださんが、あやつださんって言った、うん、ダディが、ダディが、うん、ダディが急にこれって渡してきてくれて、珍しいみたいないってあんまり、うん、しかも利きってことはこれ、ね、食べ比べるといいんですかね。そうだね、まあ、利き酒みたいなことでしょ。やっぱりさその関西から東京に出てきた時にお蕎麦衝撃だったの、こう色が強すぎて
もう黒いもんね。醤油じゃんって、あの、うん、駅のホーム、当時あの高校に通ってたから山手線のホームにまだ結構お蕎麦とかが食べれるのが残ってる時で、あるでパッて見たら友達に、え、なあ蕎麦めっちゃ黒いねんけど醤油ぶちまけてるんじゃないのあれ、うん、みたいななって、そしたら、え、浅見これ普通だよみたいな衝撃だったの。だからそのこういう利きどん兵衛みたいな感じで分かりやすくこんなに違うんだよっていう出し方をしてくれる日清さん、うん、ちょっと私的には嬉しいし押せる。これねやっぱちょっと食べ比べしたいですね。したいですね。これじゃ普通の買わなきゃだよね。もう一個ね、そう普通の買って、うん、それは多分7分じゃないんでね。いやでもなんか7分我慢できるかな。その間にストレッチしたりとかさ、1個曲書いてみるとか7分で1個曲書いてどう？すごい。まあそうね、なんか一つ、いやでもね危ないんですよ、その7分とかあるとちょっと他のことしだすじゃないですか、うん、忘れるんですよ。え、タイマーつけないの？タイマーとかつけない。え、曲7分でやってみたらどうですか？7分でどこまでいけるか、どこまでいけるかやって、ワンフレーズぐらいいけるかな。でピピピピって言ったらもう本当にそこで止まる、中途半端でも。あー、なんかね、でもそういう仕事の仕方をすると一番効率がいいっていうなんかやつ読んだ。そうなんだ。なんか何分だったか忘れたけど、なんか必ずインターバルを取って、だから40分とかで止めて、で10分休んでとか、なんかそういうそのサイクルを絶対に守ると一番こう脳は効率よく働けるんですみたいな。すごくないですか、そういう知識。こういつもねずっとネット見てるからこうなんですよ。すごいですね、面白い。でも7分でどこまでね、7分でねどこまでいけるか、うん、大丈夫。鼻噛みたい、鼻噛みたい、ね、鼻噛んでいい、いいよ噛んでいいよ、うん、あの砂森さんの鼻が寒暖、ね、やられてる寒暖差で、寒暖差となんすかね、多分花粉ですかねこれね。あ、秋花粉、そうなんだね、これどん兵衛食べたらやばいよ、鼻水、鼻水あの、ね、私、ね、好きなんですよ、どん兵衛食べてこうみんな女の子も男の子もみんなこう、うん、ズズってやりながらこう熱いの食べて鼻水噛んでる姿好きなんですよ。マニアックすぎる可愛くない？だって本能に逆らえてないわけじゃん。美味しい食べ物を食べて温まって鼻水出てそれをこう拭いてまた好きなものを食べるみたいな、その感じたまらん。それがたまらんのだ。たまらん。いやマニアックだな。ラーメン屋さんとかも鼻すすとかやってる人見ると、なんかいいよいいよ、やったらいいです、逆らわない感じいいよみたいな、いいと思いますよえ、これマニアックじゃないですか、これみんなわかるのかな。マニアック今全然伝わってこない。嘘、本当。え、これどうですか、リスナー皆さん伝わります？自分じゃ止められないじゃん。自分じゃ止められない、うん、美味しいもの食べてるのに鼻水が出る、ですすりたいけど噛みたいみたいな、その矛盾する、その自分の心と体矛盾するその間で揺れ動いてる様がいいので、それをどのタイミングでみんながこうすすりたいけど鼻水噛みたいみたいな、うん、でそれをどのタイミングで鼻を噛むのかみたいなのを見てるってこと、喜ぶってこと気持ち悪いやつだ人の鼻水噛む。いや追求してるくとこれ気持ち悪いんだけど、で結構私、あ、鼻水とかブーとか噛んでると、あ、そうかそうか、今噛みたかったタイミングなんだなとか、うん、いやこれは持ち名の皆さんにも聞きたい、このフェチが伝わってるのかどうか。伝わんないかな、気にならない。自分もだから食べてさ、あったかいの食べたら鼻水出るの分かるかな、お鍋とかも、うん、出る出る。で、あ、出てきたな、どのタイミングで噛もうかな、今かな、ブブとかやってこうってやる、このフンフンってやってる女子とかみんな好きそれ女子限定、これは女子限定、男子はブーンって噛み切るじゃん、うん、でちょっと照れながらフンってやった後に、あ、照れが大事なんだ。でこのちっちゃいこのふんふんふんって、さっき仕上げみたいなやつね、やってこうくっついてないかなってやってるの見るとキューンとする。え、わかんない。え、だからその自分の本能とその体の要求にこう応えてしまったけど、実はちょっと恥ずかしくて、そうそう、最後それを整えて、そう、こう体裁を整えている感じがいい、整えて元に戻ろうとしてる感じが可愛い。いや、この話深いぞ。え、マニアック？これは深い話が始まってしまった。わかるって文字がいると思うんだけど、うん、いないかな。ちょっとねこれぜひね、あのメールや X でぜひ、ね、どうしよう、ポストしてほしいんだけど、大否定されたら。ちょっとねこれぜひね皆さんにいろいろ意見を聞きたいですね、うん、はい、お待ちしてます、はい、というわけで、うん、この後は攻略漫画ダンジョン、今週はトラブルだらけの水部あるあるを詰め込んだぶっ飛び青春コメディ、そんな作品をご紹介します。はい、その前にですね一曲お送りしたいんですが、なんと本日ライブやってた砂森さん、ライブやってましたね、えさっきまでやってましたね、うん、これね。どんなライブだったんですか？いや素晴らしいライブでしたね鼻水出とるかな今鼻水、もう素晴らしくて鼻水出ちゃうよ。祝祭あるいは談笑3箱舟のメトシェラ、無事に終わってますかね。終わってるはずです。ねえ、その中でさて、この曲は
かかったのでしょうか。というわけでね、その中でも、演奏しまして、最近ミュージックビデオを YouTube に出しました。この曲をお聴きいただきたいと思います。約束のプリムラフューチャリングバルシェ、未来古代楽団。現在放送上では曲が流れていますが、ポッドキャスト上では流すことができません。想像でお楽しみください。砂森たけてる、田野あさみ、持ち込み SP。 皆さんからの持ち込みメール大募集中です。@rkbr.jp です。砂森へのお仕事も募集中です。森ちゃんのマネージャーそれ。攻略漫画ダンジョン、いざいざいざ。小学生の頃、図書室の本を読み尽くした賢者ですら到底攻略できないであろう漫画ダンジョン。そんな数多ある漫画の宝庫に、私賢者スナピーと勇者アサミンが果敢に挑み、一冊一冊攻略していこうというコーナーです。さて賢者スナピー、今回のクエストではどんな漫画を読み解いてくれるんでしょうか。かっこいい人出てきた。かっこいい人が出てきたぞ。低い声できるかなと思って。本日読み解く漫画は宮脇ビリー先生の今日も水部はです。では賢者スナピー、今日も水部はの読みどころをお示しください。これが文化部の青春だ。文化部ということで、水部っていうタイトルなんですけど、水部わかります？水部なんかオフみたいな。はい、吹奏楽部のことですね。はい、なるほど。吹奏楽部、略して吹奏楽部。はい、水部。水部なんですけど、吹奏楽部って縁ありました？ありましたよ。ありました。あったあった。あ、じゃあ詳しい。詳しくはないけど、詳しくはない。吹奏楽部って、うん、実は野球部より部員が多いって知ってます？え、人口、部活人口で言うと。あ、そういうこと。そう、なんか野球部より多くて、ということは何かっていうと、その大会は甲子園より盛り上がる。すごいじゃん。とされていてですね、あの吹奏楽部って、まあ、まさに文化部なんですけど、その中でもすごい、あの大会とかですね、結構スポコンに近い世界で吹奏楽部って、うん、あ、だから甲子園にあたる、まあ、今なくなっちゃったんですけど、うん、不問館っていう会場でやる、うん、その大会、全国大会があって、うん、その目指せ甲子園みたいな感じで、目指せ不問館みたいな世界があったりとかですね、あの OB OG がすごく強くて、うん、これも高校野球に似てるんですけど、そういう感じですごく結構一番スポコンに近い感じの世界なんですが、でもやっぱり文化部なんですよ、うん、野球部ってもう体育会系の極みだから、うん、やっぱその基本的にはみんなちゃんと野球やるんですよね、うん、でも吹奏楽部はやっぱりですね、ここは文化部なんで、そうじゃない人たちがいると、うん、でこの宮脇ビリー先生、このね、漫画描いてる先生、あの最初にめくったところに書いてるんですけど、うん、高校時代は地区レベルのダメ金水部で、3年間の半分はミーティングでしたって書いてあるんですよ。これどういうことかというと、まず、ね、そのダメ金水部っていうのは、水部、あの金賞っていうのを取れるといいんですけど、まあ、金賞っていっぱい出るんですよ、うん、でその金賞の中でも良かったチームが次の大会に進むんです、うん、だからその地区大会の後県大会があるのかな、うん、でその県大会だともう一個あって、その後が全国みたいな仕組みらしいんですけど、うん、その進まない方の金賞っていうのはダメ金って呼ばれるんですね、うん、金なのに。金なんだけど、まあ、結局そのそこまで演奏レベルが高くないとか、うん、そういうことなんですけど、だからダメ金ってよく言うんですけど、でそういう部活が結構あって、で3年間の半分はミーティングでした。でこれがね、結構この作品を解く鍵なんですけど、うん、ミーティングで何をしてるか。そうだね、楽器吹かないと。そう、楽器吹かないでミーティングずっとしてる。何するの。何してる。揉めてるんですよ、ずっと揉めてるの。そういうのがいろいろ出てくるんですけど、いろんなことで揉めてるんですよ。でここからちょっとね、この今日も水部はのストーリーの話にね、はい、移らせてもらうんですけど、ここまでが前提です。この主人公の男の子は野球部のエースだった、うん、でそのエースで自分の部活を甲子園まで導いた本当にすごいエースだった人が、まあ、なんか体を壊してしまい、うん、医者にもうスポーツはやれないと言われ、あ、どうしようかと思っていたところに、屋上で黄昏れていたら、うん、なんかちょっと
もう飛び降りでもしちゃうんじゃないかと思っちゃった女の子がわーっと声かけてきて、それだったら吹奏楽部一緒にやろうよって言って入るんですよ、はいはい、でもうすごいポジティブなあのやつなんで、それもいいねと、でもう吹奏楽でもう優勝を目指そうと思って入ると喧嘩してる、うん、吹奏楽が吹奏楽部でまず殴り合いの喧嘩をしてます。ちょっと見てください。えなんで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 ってなるじゃないですか。なんでなんででなんで練習もせずにこいつら殴り合って喧嘩してるんだって。これねトランペットパートの、あの吹奏楽ってその楽器ごとに分かれて練習して、でたまにこう合わせて練習合同練習っていうのをする仕組みなんで、だからその楽器ごとにこうチームになってるんですけど、そのまず入ったトランペットチームで殴り合いの喧嘩をしてる女の子同士で、うん、これ何なんだって言って聞くと、その2人とも不女子で推しカップルの、うん、その攻めと受けの解釈が違うから、うん、そこで揉めているっていう、関係ないところじゃない、関係ないところでずっと揉めてるんですよ、うん、でそういうトラブルが各パートごとにあって、で部長と副部長も揉めてるんですよ。もうそこ揉めたらやばいじゃん。部長は今年こそ全国を目指すと、はい、ちょっとダメだった先輩たちがいて、ダメだった先輩たちがやっといなくなったんで3年目、うん、ついに私が部長になって全国を目指すんだと思ってるのに、副部長が私ソシャゲしたいって言ってねえ、でこの副部長派が強いんですよ今みんなね、ぶ、うん、ぶ、うわむずいなそれ。その主人公は野球部出身にやる気があるんで、入ったからには自分もこうね、うん、大会目指したいから部長たちと共に一派としてちょっとずつその水分の中を、まあ、説得していくっていう話なんですけど、うん、ね、このね起きてるトラブルが、うん、まあしょうもない、まあ、そのねあの推しカップル の、 ね、あの解釈違いから始まりサボりたい、そしてもちろんこう恋愛、おでその先輩たちがダメだった理由はもう部内恋愛をしまくって、うん、それで揉めて、で直前でこういなくなってしまいとかで、結局地区大会で敗退してしまうみたいなのをやってたから、うん、あのめちゃくちゃイケメンなんだけど、その部内で恋愛を禁止したいやつとかがいたりとかして、そういうですね濃い文化系のキャラたちが、うん、まあ、たくさん出てきて、ひたすらトラブルになってるところをこうなんとか解決していこうというですね、うん、こういう話なんですよ。いや面白いよ。で、まあ、このね、その、まあ、最初にそのこの宮脇ビリー先生の言葉を紹介したんですけど、うん、やっぱり、ね、宮脇ビリー先生の部活はこうだったんだろうなと、うん、それ漫画っぽくこう脚色してるけど、やっぱ3年間の半分ミーティングしてるんだから、うん、相当揉めてたんだろうな。そうだね。そこにはね多分恋愛あり、うん、トラブルありいろいろあったんだと思うんですけど、うん、結局ねその吹奏楽みたいな部活ものの作品を書こうとすると、うん、やっぱり大会向かって目指してそうだ、ね、あの熱血で頑張ろうぜってなりがちなんだけど、ね、うん、多分ね宮脇先生は違うぞと、うん、本当はこうじゃないぞと、この前段階が大変なんだぞって多分、ね、ずっと思ってて、多分そういう風に書いた作品だと思うんですね、うん、そのねなんかすごいやっぱね生々しさがあっておすすめなんですね。でこれアサミンに非常におすすめのポイントは、はい、と言いつつギャグなんですけど、ギャグだしそれもうみんなふざけて全然練習しないんですけど、はい、吹奏楽知識に関してはね、はい、結構ちゃんと入れてくれるんですよ。地区大会があってなんとかがあってとか、パートリーダーがいてとか、そういうですね吹奏楽知識がこれを読んでると意外と入ってくるなるほど。やっぱ先生がやっぱりいやちゃんとやってるんですよね、まあ、ミーティングだけじゃなかったのかもしれない。先生やっぱ、ね、3年半分はミーティングだけど、もう半分はやっぱちゃんと吹奏楽やってたんだなっていう、そういう点でもですねやっぱ吹奏楽部入門としてもおすすめといういい、ね、うん、今日も水分はという作品になります、はい、こちらサンデーウェブリで連載中で1巻が好評発売中、うん、ということになります、はい、というわけで勇者あさみ今回のプレゼンテアサミンの MP は何ポイントアップしたでしょうか。はい、本日アップした私の漫画ポイントは 4.25 刻むな。ちょっとね、うん、あのそこに私いっちゃったの、もうそこにいっちゃって、ね、もうイライラしちゃったの、ちょっとなるほど、ね、みんなちょっとさみたいなお前ら練習しろよと。私結構苦手なのよそういうの、そういうね、そういうちゃんとやろうよってなっちゃうから、うん、部長派なんでねってなっちゃうから、うん、だけど読むとイライラするだろうなと、だけどすごい知識も増えるし楽しいなっていうのもあるんだけど、そこにいっちゃったっていう勝手な私の、だから 4.25 今日は。でもめちゃくちゃこれ私の中で好きかも。ちょっとねでもね、その結構そのイライラを割と痛快に吹っ飛ばしてくれるみたいなところがあるんで、うん、いいですね、主人公がね気持ちいいんでちょっとぜひ読んでください、うん、はい、というわけで、攻略漫画ダンジョン次回も果敢に挑みましょう。いざ
ということでね、はい、すごい時間来ちゃいましたよ、エンディングのね。まるまるま喋ってないよ。まるまるまのメールね、結構たくさんいただいてたんですけど。そうなの、めっちゃ来てる。全然喋れなかった。これ、うん、あれですね、ちょっとどん兵衛の話盛り上がりすぎましたね。そうだね、博多仕立てのせいです ね。そうですね、ちょっとね、ちょっと近いうちにね食べてきてね、感想も言いたいなと思いつつ、ね、引き続きねメールテーマも募集しております。番組ではね、募集していますので、メールアドレスはもちアットマーク rkbr.jp です。今日ね紹介しきれなかった〇〇まはちゃんと置いといて、はい、また 次回、ね、そうそう次回話しますので、〇〇ま特集をねやらないと、うん、はい、ということでね、この番組持ち込み SP がポッドキャストでも聞けます。 Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music などお好きなプラットフォームで検索してみてください。というわけで次回もこの時間にお会いしましょう。お相手は砂森たけてると田野あさみでした。また来週、ほいだらいー。